平戸団地。一番手前の建物が一号棟、その左が二号棟、一号棟の奥が三号棟。神奈川県営平戸団地とは、神奈川県横浜市戸塚区平戸町百174番地、1にある県営団地である。東戸塚駅の南東に所在し、港南区との区境に近い。神奈川県営平戸団地は、一号棟から六号棟まで、ある。 神奈川県では、県営団地の6割が昭和40年代以前に建設され老朽化しているが、県は県営住宅ストック総合活用計画を策定し、2006年度から2015年度までの計画を定めている。同計画では、既存県営住宅の長寿命化により有効活用を図り、新規建設は行わないことを基本方針としている。 長寿命化のための整備区分は、建て替え、全面的改善、個別改善の3区分とし、うち、個別改善を中心とする。横浜市と塚区内では、平戸団地をはじめ、川上団地、原宿団地、組沢団地が、個別改善対象、組沢団地が、全面改善対象とされている。団地に隣接して、平戸ショッピングセンターが設置されている。 しかし近年は、シャッター商店街化しており、団地住民の高齢化に伴い買い物弱者問題が発生していた。このため、ファミリーマートコーラ平戸二丁目店が、平戸地域ケアプラザに移動販売を申し出たことから、ケアプラザが、突つ社会福祉協議会に相談し、2019年夏から協議を開始。同年12月4日から、ファミリーマートの専用車を使用した。 移動販売が開始された。同店店長は、平戸地区は高齢化が進み、買い物に行きたくても歩けない人がいると聞いて、地域密着を掲げる私たちは支援したいと思ったと述べている。最寄り駅は東戸塚駅だが、駅からは離れている。また、国道1号から急坂を登った丘の上にある。そのため、神奈川中央交通が東戸塚駅と、 平戸団地停留所の間に路線バスを運行している。1時間あたりの運行便数は、平日朝夕が4本、平日日中が3本、土休日が2本で、週バスは20時台。平戸団地停留所には、かつては以下のバス路線が運行されていたが、いずれも廃止され、東霊山系統が唯一のバス路線となっている。東霊山系統は、 本数が少なく終バス時刻も早いため、多数の系統が停車する国道1号の、坂下口バス停を利用する住民も多い。市町村別県営団地一覧、借り上げ公共賃貸住宅一覧神奈川県、Google マップ ABCD、個別改善中心未推移、県営住宅ストック総合活用計画、日本工業経済新聞、日本工業経済新聞社、 2008年8月19日付、コペラ支店食べログ未来デリカ食べログ。ベジカフェ食べログ ABCD ファミマが高齢者を支援、平戸で移動販売者が指導タウンニュース、とか角版、2019年12月19日号、店舗検索、コーラ平戸2丁目店、ファミリーマート、平戸団地バス停の時刻表神奈川中央交通。 坂下口バス停の時刻表神奈川中央交通。ありがとうございます。